こちらです。モモキュン騒動アニメ放送イベントにお越しの皆さん、こんにちは。鬼姫役の津田みなみです。はい、というわけで本日皆さん楽しんでいますか？私も行きたかったんですけど、ちょっとジャキオ様にいろいろ頼まれてしまいまして、なかなかちょっとスケジュールが合わなかったんです、すいません。ということで、まあ、ちなみになんですが、体調の方は皆さん心配してくださった方もいらっしゃると思うんですけれども、バッチリどん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 もう元気に回復していってますので、皆さんご心配なさらずに安心してください。というわけで、もうバッチリ鬼姫演じていますので、はい、皆さん楽しみにね。まだ1話ですもんね。皆さん今日は1話を見たということで、まだ鬼姫ちゃん出てきてないんですよ。そうなんですよ、ね、まだちょっと私の出番がないので、2話をぜひこのまんまね、1話見たら2話を見て、鬼姫ちゃんの出番も期待していってください。そして今日はなんと、この衣装何かなって思うじゃないですか。実はですね、7月10日に発売の声優パラダイスさんの取材を今なおです、今やってるんですよ。ということで、こちら撮影の衣装を着ています。みんな楽しみに7月10日声優パラダイスさんをぜひ買って、この衣装をね、見てください。そして私だけじゃなくて、桃子役の竹田さんも一緒に取材を受けたので、まあ、この衣装とどんな衣装を竹田さんが着るのかっていうのも楽しみにしてほしいと思います。それではみんな、これからもよろしくね。バイバーイ。バイバイ。いや、すごい、素晴らしいですね。素敵。もう忘れない7月10日声優パラダイスさん、ね、いや、もう完全に忘れません。しっかりと、しっぱりと、ね、でも本当にこう、ね、津田さん体調ハハしすぎだろ可愛かったし、ね、体調がね戻られてというか元気になられて本当に良かったと思いますね。なんか本当にいろいろとアフレコも順調にでも進んでおりまして、はい、2話からもう鬼姫ちゃんがもうね、すごいことになってるよね。出てきますね、すごいバトルを。さっきオープニング映像が最後に流れたじゃないですか、はい、パンツみたいなブルマ あれはうーん、なんすごかったんですよ、ね、すごいね、線が入ってた、いっぱい。わかる、その気持ちすごいわかる、ムラムラするよね。え、皆さんどうでした？すごいですね。はい、いやコメントもなんかみんなムラムラしてますね。ありがとうございます。はい、ね、